どうも日常演舞です。今日食べるのはこちら、ミスタードーナツの新作抹茶ドーナツ3種類です。祇園つづりとのコラボ、2024年も来ましたね。今年は何でも今までで一番抹茶の配合率が高いドーナツ、通称おこいドーナツというのですらしいのですが、果たしてどれぐらい抹茶が濃いのかな。それではその噂のおこいドーナツ、シンプルな抹茶味から食べていきたいと思います。名前ちょっと忘れちゃったんでテロップに出しておきますね。では絶対ちぎるともう下にボロボロ落ちるので、このままいただきます。なんて言ったらいいのか、ただ単に抹茶の味がするというだけではなくて、まったりしてるという、さっぱりしている、だけどしっかりとコクもある。さらには、まあ、爽やかな甘さやカリカリという音、食感も楽しめる、本当にいろんな顔を見せてくれるドーナツたちだなと思いました。おいすどと祇園つづり抹茶のコラボは毎年の春に行われていますけど、あれ毎年だったっけな、ある年は抜けたような気もしますけど、まあいった抹茶ドーナツ、ほんと毎年すごく 新作を出していて、ちょっとこんなにアイデアが思いつくなと思います。もっといろんな味を食べてみたいな。詳細はこの後。ごちそうさまでした。まず2種のおこい抹茶ドーナツについてなんですけど、生地とクリーム、そして一方にはチョコレートもあって、さまざまな形で抹茶を感じることができて、一つの抹茶が濃いというよりはそれぞれの抹茶を相乗的に重ねることで結果的に濃い味わいになっているドーナツだなと思いました。甘さはかなり控えめで、どちらかといえば大人の味わいがある落ち着いた気持ちになれるドーナツですね。自分はクリームと小豆の方がちょっと甘さに入って味の変化も楽しめたので良かったかなと思います。そして残る、最初言うの忘れてたんですけど、ポンデリング宇治抹茶、いやじゃなくて祇園つづり抹茶か、あられ上の方にあられがトッピングされてて、ひな祭りにはちょっと出遅れてますよっていう感がしなくもないんですけど、食べてみるとあられのカリカリとした塩気とポンデリングのもっちり生地、ドーナツとしての甘さが非常によくバランスよく合っていて、なんか それぞれがそれぞれを引き出し合うと同時に前に出ようとするような、そんな味わいがありました。カリカリという音、抹茶の味わい、ドーナツの甘さ、どれをとっても非常に高いレベルでまとまっているバランスの良い商品でしたね。で今回食べた中だと、おこいドーナツであれば先ほど言ったように抹茶と抹茶クリームと小豆、あとポンデリングあられもそれに負けないぐらいカリカリとした音と抹茶ドーナツとしての甘さがあっておすすめなので、その2種を代表として5点とさせていただきます。はい、それでは桜なりすっとこどっこい現れの、花見で何かやってるのかな。というわけで本日はミスタードーナツの新作祇園つづり抹茶とコラボドーナツ3種を食べてみた動画でした。あと2種はポンデリングあるんですけど、そちらは以前食べているので今回は割愛しています。もしあなたが気になるのであれば、今回私が食べたドーナツともどもぜひ食べていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。ではまた次回の食レポ動画でお会いしましょう。そういえばコラボ第1弾と書いてあったので第2弾も出るのかな。もしそうだとしたら楽しみです。では演舞終演。